どうも、リゼーです。先日とある動画を作る過程で、ライオネックについて調べていたんですけど、ちょっと気になる記事を見つけまして、初期レベルのライオネック2体でミルロラースを倒せるというものでして、ちょっと気になったので、本当に倒せるのか検証してみたいと思います。ライオネックについて簡単に説明すると、初期ステータスが高く、耐性が優秀で、打撃以外のダメージを大きく抑えられる点が長所です。メタル系と違い HP が高いから初期ステで倒すにはこの子が適任というわけですね。ちなみにミルロラースの痛恨の一撃は215ダメージで固定なので耐えることはできません。そのため1体で倒すことは不可能です。装備とアイテムの説明です。とりあえず縛りとして装備被りなし復活の玉なしでやってみます。まずは前衛のライオウ君。メタルキング装備と奇跡の剣で一番辛い物理ダメージを抑えます。戦いのドラムはダメージを増やして奇跡の剣の回復量を上げるのと相手の凍てつく波動を誘発するという2つの意味があります。続いて後衛のイオネス君。刃の鎧は2分の1の確率で受けたダメージの4分の1ダメージを相手に与えるというものです。これで少しでもダメージの足しにします。星フルーデをつけて確定で一番初めに行動できるので賢者の石で安定して回復もできます。二人とも余ったアイテム欄は痛恨の一撃から復活するための世界中の歯を詰め込んでいます。それではやってみましょう。
you